はいどうも、ゆうしんです。今回は本音で中樹訪問の2回目ということで、こちら洗足学園に来させていただきました。前回はね、聖光学院のということでね、男子校に取材をさせていただいたんですが、今回は女子校ということで、僕のね、若干緊張してるんですけども、洗足学園のね、魅力を皆さんにお伝えできればなと思っております。こちらの洗足学園は神奈川県にある学校でして、最近ね、ICT 教育だったり、英語の教育だったり、あとは音楽の教育なんかに力を入れていて、非常に人気のある学校となっております。今回はね、その校長先生だったり、あとは前回は、生徒の方とだったんですが、今回は卒業生の方と、お話をさせていただいて、学校の良さを聞いていければなと思っております。そして、授業の様子だったり、実際のね、生徒の、皆さんのご様子だったりとかっていうものを、皆さんに動画としてお伝えできればと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。それでは行きましょう。はい、でこちらがね、校舎のエントランスになっております。ちょっと中入ってみましょうか。はい、すごいね、門木の感じでおしゃれなんですけども、中入るとですね、もう本当にここ吹き抜けになっていて、非常にね、日光が入ってきて、もう今日天気いいんで開放感すごいんですけども、でここからね、生徒さんが入ってきて、こちらは後ほど紹介しますが、カフェになってまして、はい、で今ちょっとコロナもあるということなんで、ここでね、顔認証をして、で体温も測ってっていうこと でしかもその顔認証に生徒の情報が入ってるそうなので、ここでこう顔を認証すると、登下校の管理と、あと体調管理を両方ねできるということで、かなりねハイテクな感じになってるんですけども、でこちらこう入ってくると、今ねこうやって大学入試の合格結果が貼ってありますけども、こちらですね、こちらにミネルヴァ像がありまして、地の神と、地の女神ですね、地の女神というふうに言われているんですが、左手にフクロウを、持っていて、しかもね、羽ばたいてるっていうことを考えると、地を持って、そして、社会に羽ばたいていくっていう願いがね、込められているということです。で、ここからね、さまざまな校舎に入っていくということなので、ここから、校舎見学させていただきたいなと思います。はい、続いてはね、図書室を紹介していきたいなと思います。で非常にですね、光が取り入れられていて、もう開放感あふれる場所なんですが、ちょっとね、中に入ってみます。でこちらがですね、本を読んだりすることができる閲覧スペースとなっておりまして、奥にも、机と椅子が並んでるんで、そういったところでも実習だったり本を読むこともできるということですね。でちょっといろいろ特徴がありますので、そちらも紹介していきたいなと思います。はい、まず一つ目はですね、こちらのこのラベルですね、こういうの見ていただければ分かると思うんですが、全部実は英語で表記されてるんですね。日本語の本なんですけども、全部英語で案内を書かれていると。でそういったところからもやっぱりこの洗足学園の、英語に対して慣れてくださいっていう教育がですね、非常に伺えるんじゃないかなと思います。で実は言ってなかったんですが、教室のね、実はその名前とかも全部英語で表記されてるんですよね。はい、であとはですね、もちろんいろんな本があるんですが、こちら、図書館では4万8000冊ということで、非常に多くの本があるだけではなくてですね、その内容としても非常に特徴がありまして、ちょっとこちらを見ていただきたいんですが、はい、こちら洋書が実は並んでるんですね。でもちろん帰国生を受け入れてるっていうことも、あるんですが、洋書もこれだけのたくさん量があると。でもちろん反対側にもあるので、非常に量が多いですね。でこんだけ洋書を取り揃えているその中高の図書室ってなかなかないんじゃないかなと思いますので、非常に英語を学ぶ環境としては有意義なものがあるんじゃないかなと思います。でこちらはですね、机と椅子が並んで非常に机広いので、自習環境としてはすごく素晴らしいなと思うだけじゃなくてですね、今、コロナも非常に大変なので、こういったね、誰が何時に使ったかっていう、そういった紙を書いて、クラスターが発生しても大丈夫なように対策を取っているということです。あとこちら奥ですね、実はここはあんまり使っていないそうなんですが、非常にね、素晴らしいパソコンが並んでるんですが、一人一台パソコンを持ってるっていう、洗足学園のね、ICT 教育がありますので、今も実はここは使ってないそうなんですよね。なのでこんな環境が使われないほどの、より良い環境が整えられているっていうこともね、洗足さんの非常に素晴らしいところなんじゃないかなと思います。
はい、こちらは調理室になっておりまして、もう本当に調理に必要な器具はですね、もう全部揃ってるって感じなんですが、例えばこちらね、コンロだったりとか、まあ、シンクもあります。で今ねちょっと映ってるかもしれないんですが、まあ、炊飯器もこちらにあって、まあ、あるいは冷蔵庫だったりとかね、もう全部揃ってるって感じですね。あと奥に食器もありますし、まあ、女子校ならではという感じなんですかね。まあ、僕はね男子校出身なんで、なかなかこういった調理室なんてものはなかったんですけども、まあ、こういった家庭科のね、まあ、調理に関しても、しっかりと学ぶことができるという施設が整っているようです。はい、続いてはねこちら科学の実験室となっておりまして、まあ、理科に使える教室が、4つほどあるそうなんですね。でこちら科学なので、まあ、奥には実験の器具だったりとかっていうのも揃っていて、まあ、非常に理科の授業がはかどりそうな教室となっております。はい、でこちらは、校舎のずっと外周の方にある、物質棟になっています。で物質がもちろん中に、ずっとあるんですけども、まあ、壁の方がですねスリット状になってまして、まあ、全部ね、スリット状にしないと、まあ、火事とかがあった時に、まあ、危ないっていうのと、まあ、スリットにしておけばね、横から見た時とかに、まあ、全部中が隠れて見えないので、まあ、着替えとかをしていても、まあ、その辺のプライバシーの問題はクリアできるというような構造になっているそうです。はい、で続いては先ほどの物質棟の中にあるんですが、和室をねちょっと見させていただこうかなと思います。どうぞ。こちらですね、もう完全にまあ、茶道とかね部活の方でも使うそうなんですが、あとはね家庭科の授業の方で使うこともあるそうですね。まあ、なので、まあ、全体の生徒全員がね使うことになるんじゃないかなと思います。はい、続いてはねこちらカフェテリアになっています。で本来は、まあ、今コロナでね あまり使わないそうなんですが、本来はね、昼食とかを、まあ、ここでみんなで取ってワイワイこうみんなで喋りながらね、取るような場所になっているそうです。で、まあ、奥には自動販売機だったり、まあ、こちらにもねあるんですけども、で先ほどはね音楽の授業とかをしていて、まあ、こういったカフェテリアで今は広い場所なんで、まあ、授業とかで使うこともあるということですね。いやでもこういうところでね昼食取れたらすごく楽しそうだなと思うんですけども。はい、ここはですねエントランスすぐ入って左のミネルバカフェという場所で、まあ、生徒さんがね打ち合わせとかするときに使うということなんですが、ちょっと中に入ってみましょうかね。はい、どうですか、ここかなりおしゃれですよね。まあ、下これ絨毯になっていて、であと、まあ、こういったねソファーもあったり、あとまあ普通にね机もあるんですけども、こういったところでまあ文化祭だったりとかの打ち合わせに使うということですね。でこの奥に見えるのが、まあ、レッツと書いてますけども、まあ、学校の理念をね頭文字で表した言葉だということで、これ後ほどですね、まあ、校長先生との対談でもお話しいただく予定ではあります。であと左側ですね、まあ、こちらにはまあ、絵画がありまして、まあ、生徒さんが描いたということで、まあ、本当に空間としてかなりおしゃれだなと思うんですけども、はい、まあ、こういった場所もねあって、まあ、生徒さんが打ち合わせできたりとかっていう、まあ、かなりオープンな、まあ、スペースが用意されていて非常に魅力的だなと思います。はい、こちらはですね前田ホールと呼ばれる場所でして、小学校、中学校、高校、大学とね、もう全体で使われる施設だそうなんですが、まあ、入学式だったり卒業式だったりの、まあ、式典系ですね、そういったものを取り行う場所でして、まあ、中学校、高校のホールと考えたら、まあ、ありえないほどの大きさなわけなんですが、こういったところでね式典を行えるっていうのはね一つ大きなメリットなんじゃないかなと思います。はい、でこちらは講堂となっておりまして、今聞いていただいている皆さんも、ね、分かるかなと思うんですが、全く、ね、反響がないんですよね。でこれはまあ反響をなくしている構造だということで、まあ、講演会なんかにすごく使われているということです。だから皆さんがですね入試の説明会だったりとか保護者会に来た時には基本的にはここを使って行われるということですね。で冒頭にもご紹介した前田ホールなんですが、あそこは、まあ、響かせるような、ねまあ、構造になっているということなので、まあ、オーケストラだったりとか、そういったものに使われるということです。まあ、本当はですね、まあ、音楽の演奏だったりとか、まあ、公演っていうのは、まあ、一つのホールで行うのが普通だと思うんですけども、まあ、そういったこともね、用途を分けて使えるということで、まあ、非常に素晴らしいなと思います。はい、続いてはですね先ほどの講堂と比べたら少し小さいんですが、こちらも講堂となっております。でこちらも聞いていただければ分かると思うんですが、こちらはね反響するような仕組みになっておりまして、まあ、音楽の授業なんかもね、使うということだそうです。で収容人数がですね、まあ、360前後ということで、まあ、一学年のまあ集会だったりとかっていうのは通常はここで行うそうなんですが、まあ、今は密を避けるためにね先ほどお伝えした講堂を使っているということです。
はい、こちらはね、小体育館ということで、主にボールを使わない競技の、体育の授業なんかでね、使うということです。で、奥に、見えてますけども、卓球台があるので、唯一ボール使うとしたら、まあ、卓球ということらしいですね。まあ、なので、主に言えば、マット運動だったりとか、あとはダンスの授業なんかで、使うということです。はい、続いてはですね、こちら大きな体育館で、まあ、メインの体育館となっております。で、今ちょうど体育の授業でね、まあ、バレーボールに、取り組んでるということなんですが、まあ、もちろんね、天井も高いので、まあ、球技だったりもね、満足にできますし、先ほどのね、小体育館ではダンスとかでね、主に使われてたということなんですが、でこちらはね、まあ、メインの体育館となってますので、まあ、球技だったりも含めてできるということになってます。はい、こちらは、中高のグラウンドになっております。今ちょうどね、体育の授業をしているところなんですけども、まあ、ダンスの授業か何かですかね。でもう見てのお分かりの通りですね、もう非常に広くて、でしかも人工芝でね、すごい芝目も深くて、ふかふかしてて、非常に運動しやすいような、ね、グラウンドになっていると思います。で奥には校舎が見えてますね。でちなみにこちら側なんですが、小学校の、グラウンドと校舎がありますね。なので、まあ、その小学校のグラウンドと、中高のグラウンドは別々だということになっています。はい、次はですね、こちら今カフェテリアの方で音楽の授業をしているということなので、こちらね、様子を見させていただけたらなと思います。こういった布がありますので、スワブっていうんですけど、これを通して消毒作業をしています。急遽ですね、ちょっと中1の、授業を見させていただくということで、ちょっと失礼します。目と案のコントラストであったり、いじらない、開く、ね、こういう対比であったりということ、こういう表現技法が金子美智さんの詩には使われる。つまり詩って文章と違って短い中で読み手にインパクトとなると、こういう反復法であったりだとか、統治法であったりだとか、対比であったりだとか、こういう。はい、続いてはですね、まあ、専属学園らしいんですが、帰国生の授業に伺おうかなと思います。高校1年生の帰国の授業でして、今グレードに分かれているということなので、1つのクラスなんだけど2つに分かれていて、そちらの半分をね、見させていただこうかなと思います。ネイティブの先生が授業されてますので、そちら注目してみてください。はい、続いてはですね、一気にもう最高学年ということで、高校3年生の科学の授業をね、見させていただこうと思います。っていうし、もう一個水が取れてくっつくって考えたときに、何結合があったか覚えてる？エステル以外に、最近天然のものではちょっとやったんだけど、水が取れてエステルがなかった。ピンポーン、アミド結合。アミノ基とカルボキシ基から水が取れたアミド結合ができたでしょ。あれも、あとアミノ酸だったらペプチド結合だよ。はい、いかがだったでしょうか。一通りね、取材の方を終えさせていただきました。まあ、校舎もね、全部ご覧いただきましたし、あとはね、まあ、授業の風景だったりとか、からですね、その専属学園の魅力が伝われば、嬉しいなと思っております。もし、専属学園さんにね、来たいという方、まあ、多分なかなかね、結構受験としてはね、難しいところがあると思うんですが、僕らの方ではね、受験に関する情報もこれからお届けしていきますので、ぜひそちらも楽しみにしていただければなと思います。それでは次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。